れるかもしれないんで。とりあえずボーリングをサーブに行け。チャミス、緑茶割り。ポちゃん、シャトルバスが迎えに来てくれました。イエーイ、早い。早いね。なんかね、ぐるぐるね、しててね、うん、ずっと、うんうん。結構ね、すぐ来てくれるの。いいね。遠いじゃん。こうてね、コンドミニアムまで。広いもんね。なんとね、東京ディズニーリゾート2.5倍の敷地の面積がある。広いわ。え、あ、ディズニーランドとディズニーシーじゃない？ディズニーリゾートの面積があるらしいよ。それはすごいわ。はい、はい、お風呂に入り、朝の話、はい、すっきりしたので、すっきりした本館にやってきました。はい、ここでいろいろご飯が食べれたりとか、プールがあったりとか、なんかいろんな施設があるんで、本館をちょっと、ね、探索したいと思います。はい、なんか出るね、ちょっと行ってみよう。これ、すごいね。
丈夫、なんとかなる、普通の思うよ、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、達成したからゆるゆるゴルフしようとしてるから買って。おお明日の難しいのかな。でもさ、リゾート気分だからさ、いいじゃんね。たまにはさ、お酒飲みながらゴルフするのがさ、ね、楽しい。良くない？いい。全く当たんなくなるかもしれない。それもまたちょっと見たいっす。てか近くない？あってる。レオマートと超近いんだけど。みんな歩いていくよね。なんだー、やった。じゃあ部屋に戻ってのんびりしましょう。お部屋に戻ってきたので乾杯。乾杯。茶味する緑茶割り、ね、飲みやすい。うん、茶味する。そう、でもこれ明日やばくない？うん、大丈夫、明日で来るパターンじゃない？今日で試合は、そうね、今日でももう目標達成したから、うんうん、みんなに、うん、あの、なんだっけ、そう、プレゼントを、あ、本当は今日できなかったら明日に回そうかなとか、うん、ちょっと甘い考えがあったんですけど、なんとかなったんで、よくは明日食べ物系が待ってるから。そうですね、楽しみです。楽しみなの？バケツの系が待ってるから、今日時間なかったかやらなかっただけで、やらないわけじゃないからな。バケツの系待ってるぞ。でもじゃあ明日は明日で、またね、ちょっと明日の目標、じゃあ今日は95だったから、うん、95ギリギリ95ギリ95ギリ95以下、うん、にするか、にする、うん、それでいいのか。甘いそれでいいのが88を出した女が。甘いな目標だからね、うん、目標が90ギリ、90ギリ、今日の反省を生かして、うん、うん、90ギリで、はい、よし。私何もなくなったんだよね、明日だから。ただ普通にあの酔っ払いながら、パイセンはパイセンリゾートだしみたいな。じゃあ、え、今日ファットスつけてた、うん、つけてた、数えてないけど、あ、数えてないけど、多分
予想では36は切ってる。おお、じゃあね、スリーパッドとかあったけど、ワンパッドも何個かあったから、多分35は切ってるかな。しかもゴーライグリーンでちょっと難しかったし、確かにパターの目標はやめよう。ちょっとパターの目標はちょっといいんだよ。だってかパイセンっていつからよくわかんないあだ名ついたの。なんかちょっとよく気づいたら今日つけた。同い年だよ。ゴルフ、ゴルフのね。そうそう、先輩だから。ゴルフはね、長いからね。心パイセン。確かにゴルフはどこ、おらんから同い年なのに。もう略してパイセンでした。略してね、そう、心を抜かしてね、心パイセン。明日何しようかな。何してほしいんだよ。今の私にできること限られてるけど、何したら欲しい？何だろう、何だろうな。今日88、うん、あんな感じよ、ね、私今、うん、もう波もすごいし、なんか私ここ、あ、じゃあ、あ、なるほど、すっごい前に来ててさ、うん、レディースティーからさベストタイ出したことある。そうだよね、82って言ったもん。そうなんだけど、もう、うん、今日回って、うん、無理って思った。じゃあ明日レディースティーから80以下やってみようか。うんうん、レディースティーから70代。そう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 。お、それはでも本当にあんま考えてなかったことだから、うん、やってみる。それ楽しそう。酔っ払ってる場合じゃないじゃん。大丈夫、まだ時間、レモンサワーかける場合じゃないんだけど。大丈夫、まだ時間早いから。そうか、まだ9時。あ、でもそれはなんかちょっと燃えるかも、うん、昔やってたから、うん、で当時よりは絶対上手くなってるはずだしみたいなのもあるから。6年前だよ、6年前。いいいい。しかもどっちもあったかもう覚えてないんだけど、そうだ、でも、もうレオパレスってことは間違いないから、うんうん、いや、いいね、ちょっとやってみようかな。 OK、 分かった。しゃあ、でも82ってすごいね。ゴリラみたいな趣味だった。本当にみんなにスイングはすごい、あの、あれだけど、そうそう、いいね、いい、いい出してるね。感じ、だから楽しみ。じゃあゆっこは明日は90以下、80代、うんうん、OK、うん、で私は70代、70代、80代ね。いや、私結構レディースから回るとさ結構あれなんだよね、やっぱプライドがさ結構ミシミシくるからさ、結構真剣になりそう。だからレギュラー叩いてもなんか許される気がする。あ、はいはい、だけどな、レディースティックと、そう、なんとかしなきゃってなっちゃう。頑張ろう。てかマジ、70代ってさ、ちょっと見せたらもうアウトなんだよね。そうだよね。そう、両方基本パワーオンさせないと。そう、両方30代で回ってこないと厳しいイメージなの。うんうん、39とか。そうだよね。あとバーディー絶対必須、うん、パー5のバーディー必須みたいなイメージ。私70代出したいっていう夢があるから、そのシミュレーションとして、シミュレーションとして、そう、パイセンがシミュレーションにならず、なるほどシミュレーションにならず、ゆっこの方がバンバンバンってきそうで、なんかあれみたいな感じになりそうだよね。じゃあでも決まったね、目標。うん、OK、明日はゆっこは、まあでもお互いなんか結構難しいね、あれのまで燃えるからね。燃えるも難しいけど、燃える。オッケー、じゃあ頑張りましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。